みんな正面のモニターに注目してくれ。みんなはゴジラや怪獣のことをたくさん知っていると思う。そんな怪獣好きの君たち、ゴジラクイズにチャレンジだ。どれだけ怪獣に詳しいかテストしてみよう。クイズのやり方を説明しよう。問題の後に3つの答えが出てくる。その中から正しい答えを1つ選んでくれ。考える時間は5秒だ。さあ、君もゴジラ博士目指して頑張ろう。まずはゴジラの問題からだ。無敵の怪獣王ゴジラが生まれた島はどこだろう。1. 三宅島、 2. ハワイ、 3. 大戸島。正解は3番の大戸島だ。昭和29年にこの島から現れた。第2問。ゴジラは初登場以来どんどん大きくなっている。では今のゴジラは何メートルかな。 1. 40メートル、 2. 100メートル、360メートル。正解は2番の100メートル。最初は50メートル、そして今は100メートルとなっている。第3問はゴジラの体の特徴の問題。手の指は何本か覚えてるかな。1、3本、2、4本、3、5本。では数えてみよう。正解は2番の4本だ。第4問。ゴジラはあるエネルギーを吸収して強力な武器にしている。そのエネルギーとは。1、原子力、2、地熱、3、電気。太古の恐竜が核の影響で怪獣ゴジラとなった。正解は1番の原子力。第5問。数々の戦いを勝ち抜いてきたゴジラの必殺武器は何か。1、熱線を吐く、2、ミサイル、3、プロトンビーム。正解は1番の口から熱線を吐く。その威力は一撃で高層ビルも壊してしまう。第6問は、ゴジラが熱線を吐くとき、体のどこが光るのかな。1、目、2、頭、3、背びれ。正解は3番の背びれ。余ったエネルギーを背びれから放出するので光るのだ。君はいくつ正解したかな。どんどん難しくなるぞ。第7問。ゴジラは3回お城を壊している。ではゴジラが壊したお城はどれかな。1、熊本城、2、姫路城、3、名古屋城。正解は3番の名古屋城。この時ゴジラはお堀でつまずいてお城を壊してしまった。第8問。ゴジラの最後の問題。ゴジラが壊した建物の中でゴジラより大きい建物はどれかな。1、東京駅、2、新宿都庁、3、国会議事堂。正解は2番の新宿都庁。なんとその高さ240メートルでゴジラの約3倍も大きい。ゴジラの問題は何問できたかな。次はモスラのクイズへ行くぞ。第9問。平和の守り神モスラが小美人と住んでいる島はどれかな。1、ラゴス島、2、インファント島、3、アドノア島。正解は2番のインファント島。モスラはこの島の守り神で平和を愛する怪獣だ。第10問。美しい翼と大きな目が印象的なモスラ。ではモスラの目の色は何色かな。1、赤、2、黄色、3、青。
では正解を見てみよう。ご覧の通り正解は3番の青だ。第11問、今度はモスラの鳴き声の問題。モスラはどんな声で鳴くのかな。1、キーキー。2、ガオガオ。3、トゥトゥ。では正解を聞いてみよう。正解はそう、1番だ。第12問、ゴジラを苦しめたモスラの強力な武器は何だろう。1、樹液攻撃。2、モスラリンプン。3、プリズム光線。正解は2番のモスラリンプン。ガを掴んだ時に出る粉だよ。モスラのことはお父さんお母さんの方がよく知っているかもしれないね。次はラドンのクイズだ。第13問、ラドンが生まれたのはどこかな。ヒントは九州の大きな火山だ。1、阿蘇山。2、三原山。3、富士山。正解は1番の阿蘇山だ。ラドンはここを住処にして九州の福岡で大暴れをした。第14問、ラドンの体の色は何色か覚えているかな。1、緑。2、白。3、茶色。では正解を見てみよう。正解は3番の茶色だ。第15問、ラドンの武器は強力なくちばしともう一つある。何だろう。1、巨大なハサミ。2、衝撃波。3、長い尻尾。正解は2番の衝撃波。ラドンが超スピードで飛んでくるだけで建物は吹き飛んでしまう。第16問、赤い体になってパワーアップしたラドンの名前は。1、ラドンレッド。2、シンクラドン。3、ファイヤーラドン。正解は3番のファイヤーラドンだ。口からウラニウム光線を吐けるようになった。次はゴジラ最大のライバル、キングギドラのクイズだ。第17問、他の怪獣よりも何かが多いキングギドラの体の特徴は何だろう。1、首が3本。2、足が3本。3、翼が3枚。正解は1番の首が3本だ。3つの首から同時に光線を発射できる。第18問、ゴジラにやられたキングギドラをメカギドラに改造したのは誰だ。1、未来人。2、X 星人。3、キラーク星人。正解は1番の未来人。23世紀の科学力でメカギドラとして復活させた。次はゴジラの力を研究して作られた究極のバトルマシン、メカゴジラのクイズだ。第19問、ガルーダと合体してパワーアップしたメカゴジラの名前は。1、デラックスメカゴジラ。2、スーパーメカゴジラ。3、ウルトラメカゴジラ。正解は2番のスーパーメカゴジラだ。合体するとスピードアップし武器も強力となる。第20問、メカゴジラの強力な必殺武器は何かな。1、アームパンチ。2、プラズマグレネード。3、流星ミサイルマイト。正解はゴジラの熱線を吸収し打ち返す2番のプラズマグレネードだ。
さあ君は何問正解したかな。いよいよゴジラが大活躍する 3D 映画が始まるぞ。皆さんこんにちは。惑星探査ステーションへようこそいらっしゃいました。これから皆さんには惑星探査艇アース号による体験フライトに出発していただきます。ここスペースポートから時空を越えて未知なる惑星へと出発します。これが探査艇アース号です。最新のワープエンジンを搭載し、時空間を瞬時に移動することができます。また強力なシールドを装備していて、あらゆるアクシデントにも対応できる安全設計がなされています。実は探査艇プラネット号が行方不明で、目下全力で調査中なんです。ゴジラ、なんでこんなところに。こんなにおとなしいゴジラ見たことないわ。こちらアース号のパイロットドリーモンです。フライトスケジュールを変更してプラネット号救出に向かいますか。指令室より緊急指令、緊急指令。アース号はプラネット号救出作戦を開始してください。了解しました。皆さん、緊急指令が入りました。これより皆さんはアース号でゴジラたちのいる惑星へ行き、プラネットの救出に向かっていただきます。アース号はこれよりプラネット号救出に出発します。小惑星帯に突入、隕石と衝突の危険があり。プラネット号の発信音をキャッチしました。直ちに救出作戦を開始します。プラネット号発見。プラネット号、応答願います。こちらプラネット、大丈夫です。何か異変が起こったみたいです。ゴジラが地球に現れました。地球帰還してください。ゴジラが地球に現れました。どうやら地球の汚染物質が怪獣たちを地球におびき寄せてしまったようです。これより G コースと合流し、ゴジラ迎撃作戦を開始します。発射。
ください。了解しました。攻撃開始。緑の実があればおとなしくなるかもしれません。作戦を開始します。作戦成功。ゴジラが緑の惑星の穏やかさを思い出しました。ゴジラたちが故郷へ帰っていきます。あの緑の惑星ならゴジラたちは平和に暮らせることでしょう。作戦終了。これより基地へ帰還します。